こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。いよいよ引退ですね。肩のミッディ、おはよう。メールをもらいます。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。今488キロか。残り3周ですね。おりゃ、作物ができてるね。農園に行きますか。これプレゼントが届いてるよ。ガチャを、レアガチャ。イベント開催中だよ。神社。ラッキー話。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。人参ですね。体重はバッチリだ。何です？さあ、いよいよ ラストの週です。当然この状態は関係なくイベント開催中だよ。出さざるを得ないです。484、いいね。大根、いい感じだね。一気に回復させましょう。もちろん SWBC に出走です。出走は9時か。勝てば5000枚コインもらえます。1万5000枚だからな、それほどでもないが。岡部さんかな。松幹さんでいきましょう。思い出の松幹さん。だってこの成績見てるとやっぱりみきおが頼りになりますよね。WBC も取ったし、やっぱりみきおさんなんですよね。というわけで、結果が出るまでしばらくお待ちください。また後で。はい、というわけでですね、スターホースポケット、 SWBC スーパーワールドブリーダーズカップの結末が出たようなので、そちらを見ていきたいと思います。しっかり忘れてました。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。楽しみだね。観戦できます。ただその前にガチャやってみましょう。限定レアはもうないんで、楽しみだね。結果を見ましょう。
半戦。さあ、いよいよラストのバトルです。SWBC です。お前ならいけるっていうか、いけ。小判人気か。ただいまより投票受付を開始します。つまり、ああ、最低ですね。最低人気だ。二重丸はなし。丸が一つのみ。気配はいいが、果たしてどうなるか。まあ、なんせ、この一番上の、レールラス、ベート。これが強いですよね。横浜のりひろ騎乗。しかも、アンジェル・エトランゼはですね、SWBC 取ったり2着がありますからね、ちょっと他の馬とはレベルが違う。またブルメスターリングも怖いところであります。行きましょう。最後の戦い SWBC。泣いても笑ってもこれが片野ウィッディ現役最後のレースになります。ワールドブリーダーズカップ。時間をそして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。オルコックアラビアンがかわしていきました。5番エンジェルエトランゼ、それから離されましてエクリプス。12頭緩やかに下ってトンネルへと向かいます。内を通ってゴドルフィンバルム、これと一緒にヘロド。1番レイルラスベート、12番カタノミッディ、11番ダーレイアラビアン、もう1頭マッチェム、そしてその後ろからブルーメスターリング、6番月色の馬体カルアコニックであります。そのうち3番マイアリーターク、前でありますが前、先頭はおなじみの逃げ馬エンジェルエトランゼであります。10番オルコックアラビアン、下がって2番手、その後ろ10馬身くらいあって9番エクリプス。魚たちに別れを告げてレースは終盤へと進んでまいります。それからもう1頭ヘロド、外を通りまして4番ゴドルフィンバルム、これが1番人気のレイルラスベート。目下連勝中、今日は最後のレースと言われているカタノミッティ、花道を飾ることができるかどうか。世界最高の栄誉まであと 400m を切りました。レイルラスベートは5番手といったあたり。さあ先頭はエンジェルエトランゼが2馬身リード。カタノミッディ懸命に追う。2番手にオルコックアラビアン、先頭エンジェルエトランゼ、しかし差はそれほどでもない。外から1頭カタノミッディ、カタノミッディ先頭に立った。ブルーベスターリング抜群の手応え、間から懸命にブルーベスターリング、これは激しいレースになりました。内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。最後わずかにブルーベスターリング強烈な足が炸裂して、惜しい2着でした。カタノミッディ、1着8番、2着12番、36番以上のように確定しました。もうちょっとでしたね。ちょっとと思ったら、なんかすごい足でブルー馬がレースから帰ってきたね。来ましたね、びっくりした。クエスト達成、やったね。上がり馬が補修してきたってことですかね。プレゼントが届いてるよ。ということで、
今までお疲れ様でした。ご覧の成績、松永美樹を主体にですね大健闘はしたんですが、まあ、結果惜しくも2着28戦14勝1万1780枚でした。エンディングです。おっと、電動馬は抹消しないといけないのか。あれ、電動馬って増やせるんだったような。イベント開催中だよ。増やしたい。おただなら、10は拡張しましょう。イベント開催中だよ。引退登録、というわけで、いわゆる障害成績が出ております。いきなりジャパンカップ取ったんですよね。その後も完全に良くない状態が続いて、オール化まで一応立て直します。そうすると結構 G1 を取れて凱旋門賞まで取れましたが、また不調、目黒記念で復調して、それから比較的順調だったと思います。そして SWBC はお着腰後2着で、その前に WBC ターフを取ることができましたね。ドバイ神話クラシックを取ってるんで、結構活躍したと言えるのではないでしょうか。完食いいです。はい、何です？決定表はご覧の通り。はい、何です？はい、というわけで、これで型のミディ編終了です。次回から新しい、馬を種付けしてですね、新しい馬でやっていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。